さあ、やってきました、平畑フットボールクラブでございますけども、今回も、リモートでゲストをつないで、お届けしようかなと思ってますが、今回なかなか、素晴らしいゲストの方たくさん集まっていただきまして、実は、まあ、今ゲームが行われてませんと、まあ、選手にも会えない監督にも会えないみたいなことありますけども、忘れたらダメですよ。スタジアム DJ の方の声も聞けないじゃないですか。で、今回、5クラブの、スタジアム DJ の方に、集まっていただいて、これまたスタジアム DJ って基本あの一人一人ですから、こうやってこう一堂に会するってことはなかなかないと思いますけども、かなりレアですし、あの普段聞けない話とか、逆にスタジアム DJ の方も普段言えないこと、まあ、考えたらマイク通してスタジアムでなんか自分の、ね、思いを言うっていうのもおかしいですから、今日はここで思いの丈をぶっちまけてもらおうかなと思っておりまして、皆さんに集まっていただいておりますので、じゃあ早速お話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ゴールが痛いそうでしょ、めちゃ言いたいね。言いたいですね。言いたい。じゃあちょっとロンドさん、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。もう湘南ベルマーレといえばこの方ですよ、ロンドさんですよ。ロンドさん、あのスタジアム DJ の方って、はい、なんか一人一人じゃないですか、仕事するの。そうですね、はい。こうなんかつながりとかってあるんですか。僕が以前2011年の、東日本大震災の時にですね、立ち上げたプロジェクトで J ボイスというプロジェクトを立ち上げたんですけども、スタジアム DJ が、皆さんメッセージを持ち寄って、一本の、まあ、音声ファイルにして各スタジアムで紹介するっていう形で、結構募ったところですね、当時38クラブ中36クラブの、DJ の皆様から、お声をいただいて、それで実際にスタジアムで流していただいたりとかしてまして、その時に、まあ、それ以前から知り合ってる方もいらっしゃったんですけども、それきっかけで横のつながりができて、今日はもうそういった仲間うちで集まってます。はい。じゃあちょっと他のメンバーもロンドさんからちょっと紹介していただいていいですか。はい、はい、まずはじゃあ北から行きますか。北から、いいですね、はい、北から行きましょう、はい、2年前のまでですね、ベガルタ仙台のスタジアム DJ を担当されてですね、今期から岩手グルージャー盛岡のスタジアム DJ になりました、大阪智さんです。はい、皆さんどうも、はじめましての方も多いと思います、岩手グルージャー盛岡 J3 のチームでございます、今期からスタジアム DJ になりました、大阪智でございます。よろしくお願いします。お願いします。そうですよね、ずっと仙台平畑さんとはね、仙台でよくお会いさせていただいて、はい、いろいろ話もさせてもらってましたけれども、はい、ベガルタ仙台で20年スタジアム DJ やらせてもらって、はい、まあ卒業させてもらったんですけれども、はい、まあ1年ブランクを経て今期からお隣の県岩手県のチームをやると。これスタジアム DJ として初じゃないですか、移籍って。うん、ないですね。プロ野球選手とかだとね、もう20年ぐらい現役やったらもうあとはスナックするとかそんなんありますけどそれも考えましたよスナックじゃあロンドさん続いて。はい、続いてはですね、ジェフユナイテッド千葉のですね、はい、ガマダケンさんです。はい、ガマダです。ガマさんよろしくお願いします。僕は2001年からジェフの、スタジアム DJ をやらせていただいてまして、ですから今年で20年。20年、ね、さっきトモさんも20年ベガルタでやってらしたと、おっしゃいましたけど、同じぐらいのキャリアの方は結構いらっしゃって、さっきの J ボイスがきっかけでこう顔を合わせるようになった、仲間たちも多いっていうことで、それこそオンラインで飲み会なんかもやったりして。当たり前ですけど、ガマダさん声めちゃめちゃかっこいいっすね。いやいやいや、とんでもございません。本当ありがとうございます。あ、それあれですよね、もう、はい、普通っていうか普通の声がその声なんですよね、はい、そうなんです。もう生まれた時からこんな感じですね生まれた時から声があればおぎゃおぎゃねおぎゃおぎゃ、ほんとね、ほんとだから子供の頃は嫌な感じでしたよ。だからみんなギョッとした目で見るみたいな。ちょっとその声で泣いてくださいよ、その声で。嫌だよそんなの嫌って言ってくださいよ、その声で。嫌だよもうかっこいい、嫌だよもうかっこいいちなみに鎌田さん、その背景は何ですか。よくぞ、さすが平田さん。はい、これはね、福割のピッチでございますよ。
白馬姫、はい、あの試合前にねいつも水まくわけですけど、はいはいはい、でその時あのこれ本当に僕の席から見えた風景だったんですけど、スプリンクラーでやってる時にちょうどいい感じでこう虹がちょっと撮ったのを今背景にしてるんですけど、早くピッチで喋りたいですね。そうなんですよ ねこの距離ですからね、本当に喋りたい今すぐにでも今日はあのいろいろお話聞かせてください。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあロンドさん続いてお願いします。はい、続いてはアルビレックス新潟のスタジアム MC の森毛くんこと森下くんです。よろしくお願いします。はい、森下です。よろしくお願いします。はい、僕も森下さん、はい、一番若いですかね。はい、今39ですね。キャリア的には何年ぐらいされてるんですか。ガマタさんと同じく、2001年からなんで20年です。はい、じゃあスタートした時は20歳とか19とかですか。そうなんですよ。まあ、僕あの新潟で売れない芸人をやってるんですけど、20歳の時はそのスタジアムで7時9時とかで MC やって、その後にあの10時からカラオケのバイトに行くっていうような生活を続けてた。おお、すごい、はい、すごいな、華麗な二刀流ですね。そうなんですよ。すごいなそれ。そういう、すごいな、はい、今は一応、まあ、なんとか専業で頑張ってます。はい、でこれもバックはあ、ね、ありがとうございます。もちろん電化ビッグサンスタジアムでございます、うん、よろしくお願いします。はい、いい感じですね。いやーもうこれ見るとね涙出てくるんですよね本当に。はい、やっぱりあれですか、あの森下さんは新潟の方なんですか。あ、生まれ、はい、新潟市ですね。じゃあもう自然とこうスタジアムで喋ってても力入りますよね。そうなんですよ。あの僕が通ってた小学校があのこのビッグサンを、湖が挟んでるんですけど、うん、その向こう側にある小学校なんですよ。生まれ育ちビッグスワンみたいな。はい、じゃあそのビッグスワンできる過程も見てるってことですもんね。あ、そうそうそうです。あのその前にあったものが解体されてっていうところから知ってます。もともと何があったと。そう、 何があったんですか。なんかもともとはあのなんかあれなんですよ、万博みたいなものが開かれてて、でその跡地になってるはずです。で先に公園ができて、うん、でその脇にあのこうやってスタジアムができたっていう感じですね。はい、ロンドさん、はい、関西在住の方が喋りたそうで待ってるんですけど。いやそんないやいやもうね、ラストはこの方です。セレッソ大阪スタジアム DJ の西川大輔くんです。セレッソ大阪よし行こうよし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 ようやく出番来た。いや元気そうでよかったですよ。はい、あ、僕ですか。2001年から担当しておりますよ。うん、あ、はい、同じですね。この景色ですか。埼玉スタジアムでございます。ちょっと待ってくださいよ、セレッソのホームは最下じゃないじゃないですか。そうなんです。ただですよ平瀬さん、あのこの景色は2017年のルヴァンカップファイナルの時のセレッソの選手が入場してくる時のサポーターのコレオが背景になってるオフィシャルの写真なんですけど、これはもう運命の、はい、初タイトルの時のもうみんながもうほんまに思いを一つに戦ってる背景でございます。やっぱりあのタイトル取るとスタジアム DJ としてもちょっと箔がつくみたいなのがあるんですか。いやあのね、逆の発想でこう天皇杯もまあ準優勝だったりリーグ戦も結構いいとこまで行って逃してて、ようやく来たチャンスでこれ逃すとスタジアム DJ としてやばいんじゃないかっていう雰囲気があったんですよ。だから勝ててよかったなっていうのは正直な意見あります。この中ではタイトルを一番最初に取ったのはガマダさんになるわけですもんね。そう、ナビスコで2005年6年ですね。それが初めてでしたね。本当によかった、嬉しかった。国立、本当よかった、ね、あ、国立で、そう、最初ガンバとの2005年は決勝だったんですけど、そうで、あの PK まで行って、で、ね、オシムさん胴上げさせないっていうね。やめろっつって。やっぱり森下さんとかにとったらやっぱこうタイトル持ってるスタジアム DJ の方っていうのはなんかいいなみたいな感じなんですか。まああのそれもあるんですけど、何よりそのルヴァンカップっていうのがスタジアム DJ には大きくて、そうですね、あの他の例えば天皇杯とかあのまあ、チャンピオンシップとかもそうなのかもしれないですけど、まあ、いわゆる中立地で行われたりするんですけど、あのルヴァンカップの場合は中立地なんですけど、あの両方のチームのスタジアム DJ がその現場に呼ばれるんですよ。
で選手紹介やるっていうので、まあ、僕は1回だけ準決勝まで行ったことがあって、はいはい、スケジュールまでは抑えられたんですよ。これ勝ったらあるよってね。いよいよ勝ってね。そのスケジュールをいわゆるバラすっていうんですけど、自分で消しゴムで消すのが超切なくて。はい、大阪さんはそのタイトルへの思いっていうのはやっぱりかなりあったんですか？はい、なんかまあベガルタで20年やったときに唯一やっぱりタイトルというものがね、J2 優勝はあるんですよ、2009年ぐらいに。だけど僕が辞める年に天皇杯決勝、浦和との決勝やったんですけど、まあ天皇杯はね、スタジアム DJ は関野さんがやるっていうパターンで日本代表の方がやるんで、まあ僕は見に行ってたんですけど、でもやっぱり自分がそのスタジアム DJ のうちに J1 で何かタイトルが欲しかったなっていうのは正直ありますね。やっぱなんですか、その J ボイスの皆さんで飲み会してる時もやっぱりこうタイトルホルダーな人にちょっとお話聞いたりとかすることもあるんですか？ちょうど僕らが1回目開催した時のタイトルを取ったのはフロンターレの方で、フロンターレ関係の喋り手の方、まあまあ長めに喋りますよね。あ、確かに確かに。自己紹介とかは。そうそう、タイトル取れると尺が多めにもらえます。そう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 。はい、うわ、あとあれですよ、ディビジョンによる差別も若干ありますよ。そんなことは、それおかしいじゃないですか。そんなんおかしいじゃないですか。いや、ないよ、ないないない、はっきり言った方がいいですよ。森下さん、はっきり言った方がいいですよ。森下さん、ないないない。いやありますって、本当に。森下くんは、僕がベガルタ J1 で今度 J3 になるんですけど、お、差別するってことです、僕を。そうだよ、そうだよ。でもこの感じ見たら、そのスタジアム DJ の方も結構みんな、じゃあ仲良しなんですね。まあね、やっぱり実際顔合わせる機会はそんなに多くないですけどね、でもやっぱり本当に J ボイスのおかげで、まあね、みんな顔と名前一致するみたいなのもあって、そうですね、一昨年から年の初めとか2月ぐらいに実際に会って、みんなでこうキックオフ会やろうみたいなことで、最初の年がものすごい集まって、30人ちょっとぐらい集まって、ものすごい賑やかな。みんな声が通るから、お店の人大迷惑ですよ。そうそうそう。そうですよね。基本だってみんないい声の方の集まりですもんね。そうです。通る通るって。よく喋る感じで、コース料理だったんですけど、前菜、お肉、鍋、デザートみたいな、前菜だけで2時間ぐらい行ってましたよね。もう鍋まで出来上がってるのに、まだみんな立ってね、話をして止まんないっていうね。とりあえず食べてくれって店員さんが言いに来たんです。そう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 。ちなみに今年はそのシーズン、ちょっとまあ一節だけ行われてるじゃないですか、 J1 と J2 は、はいはい、その今年始まる前はちょっと飲み会みたいなのあったんですか？あ、やりましたね、2月に。はい、やりました。ちょっとまだこういう状況になるかどうかっていうのもわからない時ですもんね。そうですね。だからちょっとこの状況っていうのはちょっと思いもよらぬという感じですかね。 J3 まだ開幕してないですよね。 そう、 J3 はね、そうですね、そうなんですよ。一応、待ってくださいよ、ロンドさんはホーム開幕は終えてますよね。山田さんも終えてますよね。やりました、はいはい。あれ、セレッソも、セレッソもホーム開幕、ルヴァンもやりました。ホームが連戦だったんですよ。ルヴァン、あ、そう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 、連戦。新潟はアウェーでしたもんね、1試合目、はい、アウェーで3対0で勝利して、一応順位表は首位なんですけども。だから今年はまだスタジアムでちょっと声を発していないってことですよね。はい、そういうことになります。はい、あ、で、大阪さんはそもそもまずゲームが行われてないですもんね。はい、そうなんですよ、まだデビューしてないって、ね、まだデビューしてないんです。まだですよ。これちなみになんですけど、大阪さんはやっぱりこの、まあ、ある種クラブが変わったわけじゃないですか。はい、なんか前とちょっと形変えようかな、やり方変えようかな、なのか、前とちょっと同じ感じでやろうかな、どんな感じなんですか？まあ、基本的に自分ができること
事ってそんな変わらないじゃないですか、うん、なんか、うん、あのまあ整形するぐらいしかできないから十分ですよ。やってください。整形したんだ。してない。してない。その整形してそれかよみたいな感じやめてくださいよ。まあとにかくまあ自分がやれることはあのお客さんを盛り上げる、まあ、サポーターをと一緒に、チームを勝利に導くってことだけなのでそんな変わらないとは思うんですけど、まあやっぱ仙台風のやり方は独特なのでまあそこを今度は岩手風なものを作っていきたいなとは思ってますね。で、友さん、アドバイザーっていう肩書きもあるんでしょ？そうなんです。今回はスタジアム DJ プラスクラブアドバイザーっていう肩書きもいただいて、まあ、そのスタジアムの中でどういうふうにみんなが安心安全、そしてエキサイティングに楽しくスタジアムでこう盛り上がれるかっていうことを考える役割もになってます。はい、これでもグルージャーがね、どんどん強くなっていってね、うん、ベガルタと同じカテゴリーで戦うようなこととかあったらもう大阪さんにとってはたまらないですね。いやもうこれはねもう本当に第一目標の一つですね。それが、はい、昨年グルージャは J3 最下位だったんですよね、はいはい、だからその J リーグ最下位のチームが J1 の頂点に立つっていうのが夢ですね。だからうそしたらもう全部のカテゴリーを一気に制覇できるっていうこれはすごいんじゃないですか。夢ありますね。夢ありますね。ちょっと早くもう早く喋りたくてそんもうなんかちょっと練習とか してるんでまあしたんですか。もうしましたよ。しました。で延期延期がこう続いてるんで次の試合はやるかもしれない、はい、次の試合やるかもしれないって言って、うんうん、そっかもうこれイメージトレーニングばっかりで妄想がこんな広がってますやばい感じで広がってます。ちなみにそのサッカー応援ねいろんなクラブ応援されてる方は自分の好きなクラブのスタジアム DJ はこの人だって分かってると思うんですけど、うん、例えば森下さんとかだと普段は芸人をされてる。そうなんですよ。僕の所属してる事務所っていうのがその新潟で立ち上げたお笑いの事務所なんですよ。はい、なのでまあそういう意味ではこう地元に密着していろんな活動をしている中の一つっていうことになるんですけど、ガマダさんとかは、はい、そのスタジアム DJ 以外の部分っていうとどんなことをされてるんですか。はい、まあ、基本的にはナレーションが多いですかね。 あとはラジオで喋らせていただくっていう部分とという感じですかね。もう全然もう車でずっと聞いてたい声ですよねありがとうございます。いや本当にいい声ですね。すげえな。西川さんはスタジアム DJ 以外の時ではどんな活動されてるんですか。はい、僕結構セレッソ率というかイメージがとても強いので、大体こう、うん、セレッソメインでやってるというイメージを皆さん持たれてるんですけど、うん、意外とこうスーツを着て企業イベントとかその記者会見とかかっちりしたこう見えてやってるんですよ一応、うん、で、だからサポーターとかそのラジオのリスナーの人がスーツ着て喋ってる僕がニュースに出るとめちゃくちゃびっくりするんですよあの西川がちゃんと服着て喋ってちゃんと喋ってるみたいな言われますよ。平さん驚きすぎですけど、いやいやだからちょっとこう固めの仕事というか、はい、めちゃくちゃおとなしく本当にきっちりとその医学とか機械とかの記者会見とかもちゃんとやったりとか、こう見えてね意外としっかりしてるんですよ僕ロンドさんはなんかいろんな場面で、はい、なんかテレビでなんか名前見ますけど、みんながよく知ってるような番組でこれのナレーションもやってますよみたいなあります。いや今はやってるのはその日本テレビで世界丸見えテレビ特捜部っていうバラエティ番組を、はい、はいはい、まあ、ナレーションだったりとか本ビデオでいろんなキャラクターになって喋って動物になったりおばちゃんになったりとかいろいろ声当てていろんなことをそうですそうですやってますね。大阪さんはあれですか、はい、そのまあこれ今年からですけども、はい、スタジアム DJ とあとアドバイザーそうですね、クラブアドバイザーっていうのをやらさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、僕は本業もやっぱりフリーアナウンサーが本業なので、はい、仙台って結構プロスポーツが盛んな地域で、
まあ、あのプロスポーツのイベントとかも結構あるので、まあ、それの、まあ、DJ をやったりとか、だから、まあ、楽天ベガルタ AT ナイナーズっていうのもあるし、はいはい、それから仙台、国際ハーフマラソンっていうマラソンがあったりとか、あとは、まあ、たまにこう卓球の T リーグとか、あとは、ね、それからあのスケートとかフィギュアスケートとか、なんかそういうのいろいろスポーツイベントがいっぱいあるので、それの喋りとプラスディレクションとか、あと企画運営とかもやらせてもらったりとかしていう感じですかね。スポーツでやってますね。ガマダさんも他のスポーツもやっぱされたりするんですか？はい、そうですね、まあ今ちょっとトモさんもありましたけど、フィギュアスケートが最近多いですかね。僕が主にやってるのはそのショーの方です。アイスショー、はいはい、の、まあなんていうか MC というかタイトルコール行ったりとかっていうのが多いですかね。なんか今だってもうフィギュアなんてお客さんすごいでしょ。いやすごいですよね本当に。ちょっとこうまたサッカーのスタジアムとは全然違う雰囲気で、うん、まあそうですね、暑さ、まあ、どっちも暑いですけど、やっぱりかなり客層も違いましてね、まあ、まあ女性9割みたいな感じですし、うん、あれちなみにどこで喋ってあるんですか、そのフィギュアの時って。だいたいリンクサイドですね。じゃあなんかあの、プーさんとか当たったりしないですか、はい、プーさん飛んできてバザッとか。あ、プーさんはまだ当たったことないですけどでも当たりそうにはなりますあ、なんか花とか来たことあるね。投げられて花はだってみんな投げますよね、うんうん、花が当たったことあります、うん、やっぱ、あれちゃんと包んであるから、でしかもなんか投げやすいようにちょっと下が重くなってるんですよ当たると結構痛いそう、だから西川さんはだって代表のゲームとかもされてますよね。やってます、はい。やっぱそのスタジアム DJ をやってる中でパソコンにで喋らせていただくっていうのはめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、一回やってみたらやることまだまだあるなっていう経験になったというのばっかりなので、あ、僕に足りないものはたくさん感じるし、あ、すごい世界だなっていう経験にはなりましたね。なんかやっぱりスタジアム DJ ってやっぱ深いんですか。いや深いですね。だから自分のチームでセレッソでずっとやってることは自分に合わせてくれてるんですけど、それぞれのスタイルがあって、やっぱそのトモさんが言ったようにね、盛岡の絵は盛岡のスタイルがあるように、うんうんうん、でそれを代表でナショナルチームで表現するってなった時にはそれ独特のものがあるなってなって、まあ、全然違う世界がそこにはあったので、うん、やってみて面白かったのと学ぶべきことはありましたね。でもその代表の経験みたいなのが、選手もそうですけど、代表の経験がまた今度自分のクラブに生きるみたいなこともあったりするんでしょ。いやもうめちゃめちゃ生きます。だから代表の時に選手紹介1人何秒ってなってて、セレッソは何秒だからこの選手はこうしようとか、こういう入場はこういうしようとか、やっぱサポーターがこういうレスポンスするから、じゃあセレッソはこういうバージョンにしてみようとか、めちゃくちゃありますよ。面白いです。何秒、選手の紹介何秒とか決まってるんですか。大体決まってます、うん、だはっきり言っているよりも大体決まってて、その入場に合わせて逆算してってあったりとか、試合の時間は押せないんで、絶対押せないんで、はいはい、やっぱそこから逆算して、まあ、30秒単位と刻んだりとかありますよね、はい、だから選手とか審判とかで遅れることはあったとしても、スタジアム DJ が喋って遅れるっていうのはあってはならないことなので、結構だからね、その辺シビアですよね、うんうん、いや、あのでも皆さんね、もちろん声もいいですし、そういう職業でずっと喋っておられるんで、それはもうすごいと思うんですけど、なんぼすごい人でも噛んだりすることもありませんいや、あります、ありまくりですよ。僕はもう噛むのが仕事ですから噛みまくり、人間だもんな、噛みまくりです。ガマダさんでも噛んだりするんですか、はい、しますよ、します。で特にやっぱりこうテンション上げるとね、こうバーってなるから、だから今このトーンだったら、まあ噛むことあんまないかもしれないですけど、いやーね、ほんとぶっ飛びますからねいやじゃ試合中熱くなっちゃうんですよね、試合前とかで伝えたいことが。確かにね、そうですね、あれ噛むの恥ずかしいですよねありがとうございましたとか言ってますね勢いでごまかしてる。ロンドさんも噛んだりするんですか。ありますあります、結構勢いでごまかしたりとかします。わかる。最後はパワープレイで。パワープレイ。ほらロンドさんって、はい、試合の時あの観客席で喋ってる時あるじゃないですか。なんかコール&レスポンスみたいな感じで、あのスタンドに入って喋る
ってる時ありません？アウェーじゃないですか。アウェーです、ね、アウェーでたまに今度さ、トラメが持って喋ってますもんね。そうアウェーで昔結構ね、勝手にやった時あったんです。この人ひどいんですよ、もうアウェーで選手紹介とか勝手にトラメがやってるんです。まあ、アウェーでやり始めるの僕かあの水戸ホーリーホックの寺田くんっていうね。今日は5人の方に出ていただいてますけど、はい、多分他にも面白いスタジアム DJ の方いっぱいいらっしゃるんでしょ。ああもういますね、 ますね。濃いのがたくさんいます、はい、なんかそのいつものその J ボイスの飲み会だと大体誰の話題になることが多いんですか。まあ、まず一番うるさいのは福島 の藤原和ですね。藤原和ですね。うるさいですね。全てにツッコミを全てに突っ込んでくる。絡んでくる。そんなだって、ガマダさんとかも先輩ですし、うん、そんなとこに絡んでいったりもするんですか。ガンガン来ますね。容赦なく来ますね。女性の方っていうのはどうなんですか。女性は。女性もね、なかなか。これはもうガマダさんの相方です。そう。はい、そう、ガマさんの相方が、はいはいはい、相方の酒井みちおちゃんっていう子がいるんですけど、まあ、彼女もずっと長いんですけど17年ぐらいやってるんですけど、いやーまあ普段も相当パワフルですが、そういう飲み会になるとさらに、3倍増ぐらいになるんですそのオンライン飲み会の第1回の時の MVP は彼女でした。そうですね、マボザマッチです。すごい。え、だってワインあれですよね、オンライン飲み会で4リッター飲んでましたよ。みたいな。4リッターなんか灯油みたいの出てきて灯油みたいなボトルが一斗缶みたいな。ええそれ飲んでんすよ一人で。ちょっとまだまだお話聞きたいので、はい、とりあえずまずは一旦区切らしてくださいそれ息継ぎをしないと皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。